この季節がやってまいりました。あ、夏一番ホリオンビールいただきます。いや、この季節がやってまいりましたね。春一番からの夏一番、暑いですね。今日もやっとで飲めます。乾杯です。お疲れ様です。乾杯です。あー、うまし。あ、垂れた。やっぱチンカチンカのルービーはうまへん。あー、爆音 100% アロマ、ホップ 100%、 これもう激アツです。大好きですこれ。最強のビールとともにちょっとお送りします。ニュースで見たんですけど、でもなんかビールの売り上げがちょっと下がってるみたいですね。ビール離れがちょっとあの深刻化してるみたいで、ちょっとあわあわあわな感じなんですけど。こんなうまいビールがなぜって感じなんですけどね。ビール好きの私からしたら、ちょっとこれあの昨日のバーベキューのちょっと残りですね。これいただきます。玉ねぎとピーマンと鶏肉ですね。いただきます。うん、これちょっとぐちゃぐちゃになる。ししゃもも余ったんですけど、もうめんどくさくて、あの一緒にフライパンで焼いたらもうすんごいぐちゃぐちゃになって、ちょっとこれはもうアップできません、ね、あのズーム不可能ということで、あのボストボストになりましたね。うん、なんかししゃもの骨が、うん、うまいです。塩コショウでやりましたね。うん、鶏肉さんも美味しいです。うん、これなんかつくねと合う、何、大葉のつくねと、これレバーの焼き鳥ですね。もうぶっ倒れないようにちょっとあの夏バテしないようにちょっと鉄分取っとこうかなと思って。ああ、いただきます。うなぎの、一瞬うなぎの味がしましたね、これ。うなぎの風味がふわーってきました、今。うん。うん。おいしい。もう最近もう暑すぎて、ダメですね、もう34度とか5度とか。麻痺ってきたのか、あの30度でも涼しく感じるようになってきたんですよね。30度なのにね、なんかあれ、あ、風があるのかわかんないですけど、外にいると30度でもちょっと涼しく感じてきて、あのやばい感じなんですけど、どうしたもんか。これあの惣菜ですね、買ってきた。これオクラとひじきの和え物だそうです。これただあのパックからこれに入れ替えただけなんですけど、もう料理作る気力もないので、ちょっと、うん、惣菜でスーパーの、うん、甘いですね、なんか、うん、甘みがかってて、なんかうちではこんな甘くしないですね。うん、美味しいです。でもこれあの弁当の今日の残りですね。朝作ったあのお弁当のおかずの麻婆茄子ちゃんですね、これあの。ちょっと余りをちょっとチンしましたね。うん、ナッスこっちあのど田舎なんでちょっと鉛入ってるんですけど、なんとかだナッスとかって超言うんですよね。そうだよねとかって、もうそうだナッスとかっておじいちゃんとかおばあちゃんが使うような感じの言葉をバンバン使いますね。うん、あーナッスマッシュ、ちょっとこのぐちゃぐちゃのあのバラバラ殺人事件の人、バラバラ遺体のししゃもちゃんもちょっといただきますね。うん、崩れたけど味は甘いっすよ。うん、チェッチェッチェーン、
チャチャチャーン、バラバラ殺人事件。あ、これも川心地さん、これ飲んだ時ないんですけど、何これ、ぶどう味ですかね。ちょっとこれも飲んでみたいと思います。ちょっとこれ新品のあれですね、これ瓶。うん、これちょっと最初このままロックでいただきたいと思います。おい、何パーセント、これ 12% だそうですね。ちょっと炭酸も持ってきたんですけど、一応乾杯でーす。ちょっとロックでいただきます。ちょっとおー、うん、さらりとした、動きって感じですね。うん、さらりとしてますね。ちょっとこれちょっと濃いめでもいいかもしれないですね。うん、なんか甘すぎずちょっといい感じかもしれないです。あ、ちょっとシュワワワ入れますね。あ、炭酸抜けきってますね、これちょっとあー、超微炭酸。ちょっとこれ新しい、これちょっと新しい炭酸もちょっと持ってくるべきでしたね。ちょっと超微炭酸になってますね。あららら、うん、あ、でも美味しいですね、これ。あ、こういうことかって感じですね。うん、なるほど。美味しい。あー、あんまり甘くなくてよかったって感じですね、これ。あー、さらっとして美味しい。うん、イエーイ。これならつくねにも合いそうだぜってことでいただきます。うん。これも美味しかったですね。これ昨日飲んだんですけど、もう何年ぶりかに本当飲みましたね、これラムネ。梨のなんかラムネだったんですけど、今のやつってこうプシュってやってもあの泡が出てこないんですよ。ちょっとびっくりしたんですけどハイテクと思って、昔確かラムネってプシュってやってバーって泡出てきたイメージだったんですけど、でビビってもうあの洗面台のとこでこうやったんですけど、全然泡あふれなかったですね最新テクノロジーってやつですかね。これ見てる見てるよ、これ体育座りしてあのこれあの私の友達がうちの人にプレゼントしたあの置物、これ手作りだそうです。これ手作りで、あのすごい手先の器用な子で、あのうん、マジで手作りで作ってくれたみたいですねありがたき。私もなんかもらったんですけど、どこ行ったかな、なんかもらったんですよ私も。でもちょっとこれインパクトが強すぎてちょっと飾ってるんですけど、これ見てる、あらららら、いいズームという感じで飲んでいきたいと思います。乾杯ということでではまた。